き、今日ね実はゆかりんこのバイク CBR250R 初めて乗るんだよね、はい、でちょっと苦労してたところがあったので今からちょっとそれの練習をしてみます、はい、で発進の時にこれ単気筒というバイクで、シリンダーが1個です、はい、でもゆうかりん最近ね4気筒の大きいバイク、そうなんですよ GPZ750R 乗ってますね、はいはい、なのでどんなバイクでも対応できるようになるとてもいい練習があるので、はい、今からやってみましょう。お願いします、はい、で初めちょっと難しいかもしれないけどちょっとクラッチのねつなぎ加減を、練習するっていうことをやります、はいはい、じゃあ今から見本をお見せします、はい、じゃあバイクを発進させる時ってクラッチ付きのバイクというのはエンジンをかけてクラッチ切った状態からクラッチを離しつつアクセルも開けつつ進みますけど、はい、実はねクラッチだけでも進めるんだよ。でその練習をすることによってつなぎ加減という、クラッチのつながりを自分で調整するいい練習になるのでちょっとやってみますね。ギアは一足に入れます。で普通はこうアクセルも開いてるしクラッチもつなげるではなくてクラッチだけでそーっとでつながるところがある程度わかると思うんですけど、でそのままそーっとこんな感じで。で最初はちょっと怖いと思うので手を添えてもいいです。アクセルは開けないけどクラッチだけでそーっとで止まる時リアブレーキだけがいいと思います。止まる時はリアブレーキ。でクラッチだけでどうしても怖い人は両足出してもいいです。でクラッチだけで進む、止まる、進む、止まるやってみましょうか。はい、これ進んでクラッチ離すとこまでつながったところでもう離していい。つながったら加減してた方がいいかな。加減してた方がいい。うん、はい。半クラの状態をクラッチだけでうまく作る感じですね。はい、わかります。はい。ありがとうございます。最初はどこでつながり始めるか。うん、そう。意外とちょっと遠いんだよなこのバイク。できた。できました。オッケー、そんな感じで。進んでは止まってみてください。できますね。お、すごいセンスある。すごいね、いきなりできたね。普通はできないんですけど、すごいすごい。これでもうエンストしなくなると思います。よし、入った。はい、オッケーです。はい。すごいすごい。いきなりできる人ね、はい、なかなかいないんですよ。あ、そうなんですか。うん、すごい。はい、さすが。ありがとうございます。で今のその意外とちょっとこのバイクは、はい、この個体はなんだけどクラッチつながるとこ遠かったじゃない、はい、遠かったですね。であれ以上離すと多分今のこのエンジンの回転数だとエンストしちゃうと思うんですけど、ギリギリ半クラのところでやると発進もできちゃうというか、はい、こういうことが体験できました、はい、だからもうこれでさっき割とエンストで止まったりしてましたけど、すごいどれぐらい増していいかわからなくて、そうだよね。でクラッチだけでもちゃんとこう調整ができればエンストしないっていうのがよく分かったと思う、はい、であともう今の練習で難しいのが発進し始めてすごいゆっくりだからバランス取るのは結構難しいんだけど、ゆかにすごいよくできてて、本当ですか、うん、でも結構難しくって、止まる時もゆっくりだから、そうそうそう、なんかフラフラってします。そうですよね。でまあもしかしたら手に力入ってたかもしれないけど、しっかり足で、足腰でバランス取ってあげるとより楽にいけると思う。はい、でもすごい良かった。ありがとうございます。良かった良かった。さてじゃあ次の練習に行きましょうかね。お待ちかねの。ぐるぐる走ります。はい。